こんばんは。待ってくださいね。前髪がさみて外に跳ねちゃってるの。やばいですよ。ぴったんこなんです。合わせて。こんばんは。ほんとギリギリセーフです。ギリギリセーフです。こんばんは。見てください、この前髪のぺっちゃんこさといい、なんか前に跳ねちゃってるし。何これって感じ。なんでだろうね、外に跳ねちゃう前髪が。ほらスネ夫みたいになってる。髪染めてないですよ、何もしてない。ほらプリンじゃん。染めに行かないとだ、プリンだもん。ほらめっちゃプリンじゃん。1ヶ月しか経ってないよ、まだ。やっと1ヶ月経ったぐらいだよ。やばくない？なんでさ、内側に来てくれないんだろう、前髪。なんかよくわかんないけど、スクショしちゃった。前髪の主張が強めです。本当にスネ夫みたい。わかんない、なんかスクショされたかって。謎すぎる。次は何色？それは本番のお楽しみです。フリーズチャレンジかと思った。さっきかちょうどね、ほんとね、2分前くらい帰ってきた。めっちゃギリギリだった。あ、お腹空いたなって思って始めた。お腹空いたなーって思いながら始めた。普通にお腹が空いた。あー、何食べよう。お腹が空いた。あー、どうも。いやー、本当にいろいろといろいろとちょっとやばいです。普通にお難しい。牛丼買ってないよ。牛丼多分ここ数年食べてないよ。あとかレッスンして終電なくなったら自分で終電の時間を調べとくんですよ、先に。でもう終電行っちゃうっていうなる前に、あの終電があるのでってマネージャーさんに言って抜けます。そうしないと帰れなくなっちゃう。こ
公園で寝ないといけなくなっちゃう。お疲れ様です。メイクしてるからかな。メイクしてるよ、バッチリ。こんばんは。そうなんですよ、これからご飯食べる。ご飯っていうのも軽くだけど、そんないっぱい食べ過ぎちゃったらさ、ほら衣装がさパツパツになってしまうじゃないですか。だから確かに最終手段レンタカーだね。レンタカー空いてんのかな、やってんのかな。そうなんですよ。わわわわわわわ、今日天使の日？ダメだな、前髪終わっちゃってるから。輪っかでもつけといて、この辺に。そしたら天使なれるかな。どうぞ。前髪が今日本当にやばい。最近ずっとこんな前が長いのか長すぎるのか、いや長すぎのままあるし癖もあるし、なんかいろいろが混ざっちゃって、なんか外に跳ねるっていう謎の現象。謎ですよ。なんか今日ハイライン行く感じ。待って、ニキビができてる。ここは違う。そばかさんのシミ。ねえ、いるんだけど。え、聞いてない。痛くない。何も。今なんかね、なんかこうやって見るとさ、プツってしてんじゃん。それで気づいた。何も痛くないよ。こっちへ行けど。え？でもなんかちっちゃい。ダメだけどファンデーションしてないよ。ほらボコってしてんじゃん。ダメだけどファンデーションしてないんだ。汚いお肌を失礼いたしました。本当に前髪切ろう。明日切ってきます前髪。頑張ってコンサートまでに直す。この子ちゃんとスキンケアする。ぶっさぶさかったね。失礼いたしました。気合で直しますもん。ニキビがこうしないと見えないんよね。はあ、ではないと見えないんだよ。気
合で直します。いやーどなーニキビ、ニキビ NC だよ、欲しいなっちゃう。ストレスかな。何でもかんでもストレスのせい。ビキニ、ビキニができた。ビキニ、ビキニ。治ってほしいな。頑張って治す。ちゃんと。画面クレンジングで毎回落とそう。うん、衣装合わせはバッチリでございますもん。完璧。確かにビキニは平気なんだね。ビキニちっちゃい頃はよく着てたけど、もう最近着てない。ついネイルしたいな。爪も何もないんだ、実は言うと。何もございません。ネイルしたい。ちょっととある人にお願いしようかなって思ってる。ちょっと連絡しよう。後で、後で、明日でいいか。明日連絡する。とあるスペシャリストにお願いしようかしら。解決してもらっちゃうかしら。バレてる、バレてる。スペシャリスト。内緒だよ、内緒。うん、全然 OK ですよね、色は。ご注文って感じです。違う、先が取れちゃったのこれ全部。お風呂入ってたらさ、ポロンって取れて、なんかさ、もう一回髪の毛洗ってたらさ、ポロンって取れてって取れちゃった。取れちゃったんです。そう、爪のスペシャリストがいるから、その方にやっていただこうかしら。黙っちゃったりしそう、たりそう、たまーす。なんだかんだ言って3分だ。ランキング読みますね。読めなくなるの困っちゃうから。13位、ラミヒさん。びっくりした。パチ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 。12位、タカさん。パチパチパチ。お、新しいの。どこ。11位、サキなんですか。サキ。なんとかかんちゃら。同じ文字だこれ。先カムサメリナ、うー、ごめんなさい、しゃくり。 JYK さん、 K チョコレモンさん、8位くんちゃんさん、7位なかきさん、6位シガーティーさん、5位ワイルドストロベリーさん、4位ユッチチーさん、3位めちゃ天才さん、2位モンタさん、1位サキサナヘさん、カバサラメロワン。カバサラメリノ、カバサラメリノ、カバサラメリノ、ありがとうございます。あ、今日も一日お疲れ様です。また明日も多分夜な気がします。朝もしてきたらやるかもしれないです。ちょっと明日は早いので、ちょっと多分ね、夜になると思いますよ。夜だと思います。それではおやすみなさい。いい夢を。バイバイ。中期できないんだよね今。1、2枚取って、1、もう1個。逆？わかんないけど。おやすみなさい。バイバイ。